皆さんどうも、今井戸田チャンネルです。今回ですね、いろんな、子供たち、そしてアマチュアですねの野球選手の悩み解決できるようなチャンネルにしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは井戸トレーナー、どんな悩みが多いですか？子供たちのバッティングで結構そのボールに力が伝わらなくて、こう打球が遠くに飛ばない子ってたくさんいると思うんですけど、まあそういった子たちに何かその今井さんなりのアドバイスをいただければと思います。なるほど。ボールに力が伝わらない、まあ子供たちで結構多いのがやっぱ体を振っちゃう子だったり、まあ、手だけで打ってる子、っていうのが多いのかなと思います。で、一回やってみたいと思います。多分どういうのが多いのかっていうと、おそらくこういう感じですかね。はい、体を振っちゃう、こういう感じですかね。はい、っていうのがおそらく多いのかなと思います。で、まず今やった打ち方というのは何が良くないかというと、回転しすぎて、で、手がバットが、まあ、離れてしまう、遠くになる、遠くになると遠心力がつくのかなと思いがちなんですけども、操作性バットを器用に出せなくなるんで、あまり強く振れないかな、まあ、伸ばしも落とすと、こういう感じですよね。はい、っていうのが、まあ、手が離れるっていうのが一つ、回転が、速すぎるですね。で、プラス体重が前足、まあ、僕だったら右足ですね、右バッターの左足、前の踏み込み足ですね、踏み込み足、こっちに体重が乗ってないとしっかりと強く飛ばせません。なので、まずはステップで前に、みんな足を上げて上がるんですけど、前に強く、で、体重を全部このボールに乗っけてあげるというイメージで振ってあげると、すごく力強くボールに力が加わると思います。いきます。で、打ち終わりがしっかり前の足がめくれない、ベーンとこう内側足に体重が乗ってるとめくれてしまうので、前の足にしっかり体重が乗ってるとグッと力が入ってくると思います。なので結構おすすめなのが、子供たちのおすすめなのが、まあこうやって構えたり、こう足上げたりとか、こうかっこいいのでみんなしたいんですけども、まあ、まずバットが、肩から、手から、まあ、自分の体から離れないようにするには、一番いいのは乗っけるっていうのが一番楽かなと思います。簡単に乗っけることですね。で、乗っけて、そのまま体重を前にして、そうするとしっかりとバットの重さを感じて、しっかり前足で体重乗れるので、強い打球が強いインパクトを迎えることが、いい打球を打つ、遠くに強く飛ばすコツだと思います。皆さん、これをやってみてください。お好み焼き、電光石火。はい、それでは井戸トレーナー、はい、今、僕が言ってた体重移動と肩にバットを乗っけるっていうやり方があったんですけども、はい、それをちょっとトレーナー的に科学的に、はい、子供たち、アマチュアの、野球をやってる方たちに分かりやすく伝えてください。はい、じゃあまず体重移動のところから説明していきたいと思います。はい、でまず体重移動をしていく上ですごく大事なのが、このパワーポジションと呼ばれる姿勢になります。でパワーポジションっていうのは何かというと、このジャンプする時の姿勢で、こう深くしゃがんで、ここからジャンプする、この深くしゃがんだ時の姿勢をパワーポジションと言います。野球でいうと、こうバッターの構えであったり、あとはこう守備の構え、ランナーの構えで、サッカーだとこうゴールキーパーの動きとか、そういったところですごいこのパワーポジションっていうのが、よりその力を出すためにはすごく大事なポイントになります。で、そのパワーポジションをしっかりと作った上で、この体重移動していくときには、この股関節、ここからしっかりと動かしていくことが大事になります。例えばこう膝から動いてしまうと、もうこの時点でこう肩が下がってしまったり、骨盤が下がってしまって、こう前に行きにくくなってしまったり、逆に今度はこの頭からこう行ってしまうと、股関節がこう動かずに頭から行ってしまうと、今度は極端なダウンスイングになりすぎてしまうので、まずはしっかりとこの股関節から平行移動をすることによって、このまっすぐ前足に力を伝えることができるようになります。で、次に肩に乗せるときのポイントですね。肩に乗せるときっていうのは、要はしっかりとこの右の肘っていうのがしっかりと下を向いてきます。で、例えば
この、まあ、力が入りすぎている選手ってのはこの右肘がすごく後ろの肘ですね、後ろの肘が高くなってしまって、このままバットが出ずにこう体からすごく遠回りをしてしまう子が多いので、まずはしっかりとこの後ろの肘っていうのをしっかりとコンパクトにすることによって、この肘が内側に向いてきて、そうすることでこのお腹からで下半身が回ることによって、結果的にこのバットにこう遠心力がかかるようになります。ここから離れてしまうと、もう体から遠心力がかかるのがこの辺になってしまうので、そうするとここの自分の近いポイントでしか打てなくなってしまう。なのでしっかりとこの肩に乗せて、この後ろの肘っていうのをしっかりと畳みながらスイングができると、すごく今成コーチがおっしゃっている練習が、まあ、よりできるようになってくるのかなと思いますので、まずは体重移動のポイントとしては、しっかりと股関節から移動することで、肩に乗せた時っていうのは、この後ろの肘っていうのをしっかりと畳みながらコンパクトなスイングができると、よりバッティングの向上になっていくと思います、なってくると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。最後噛んだな、惜しかったな。いやでも伊藤トレーナー分かりやすい説明ありがとうございました、はい、またお願いします。お好み焼き電光石火、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。 DA アカデミー西宮校では無料体験やってます。もっと上手くなりたいっていう子はぜひ体験に来てください。またチャンネル登録いいねよろしくお願いします。伊藤コーチも待ってます。待ってます。またね。